日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。どうもこんばんは。ギフトありがとうございます。ちょっと暖房つけてなくて今つけた寒い、さすがに寒いかと思って、ちょっと今まで SNS とかやってたんだけど、さすがに寒いかって思ってやめました。あ、やめましたじゃない暖房をつけました。はい、ということで久しぶりショールーム、どうもありがとうございます。久しぶりですね。はい、で今日の話をまずすると、今日は昨日誕生日だった藤崎美優ちゃんの生誕祭が夜公演でありまして、まあ昼夜でね、あの NGT48 劇場リバイバル公演で、結構もうあれですね、もうあと数回、本当に昼夜はもうあと千秋楽しかないのかな、10月3日でしたっけとかしかないのかな、だからもうあと私は28?30?3日、4公演かな、あともしかしたらまだあったっけ、いや4公演かも、本当にあともう本当ちょっとですね。まあ寂しい気持ちが大きいっすかねうん、っていう感じで、もう本当残り数少ない劇場公演の、あ、すごい暖房動き始めました、劇場公演のまあもうね、あの数回でございました。はい、ミーの生誕祭もね盛り上がって楽しく終わりました。うん、爆盛り上がり楽しかった。うんうんうん、そう、まあ、っていう感じで今日はあの劇場公演だったんですけれども、あのもしかしたらねショールームしか見てないよっていう方もいらっしゃるかもしれないので、改めてちょっとご報告、ご報告ではないけど、今週のね月曜日から金曜日までショールームをねお休みさせていただいておりました。まあお休みっていう言い方もなんかあれなんですけどうん、なんつったらいいかな、まあ毎日配信はお休みっていう形の方がしっくりくるかな、なんかまあ話すと長くなるけど、ですね、まあそれも根本に関わってくるんですが、まあ何をしていたかと言いますと、ショールームだけじゃなくて、まあツイッターだったりインスタグラムだったり、まあそもそも携帯を見る回数もだったんですけど、まあいわゆるデジタルデトックスと言いますか、うん、SNS を控えるっていう枷を私につけましてですね、今週の平日はそれをちょっと意識して、はい、やっておりました。でどういう目的かっていうと、まあ日曜日にね、そう、あ、ちょっと待って、みゆに写真送るわ、とりあえずみゆに写真だけ送らせて、そう、何でしたっけ、何の話だっけ、まあそうっていう SNS そもそも見ない、見ない、いや見てはいたんだけど、まあ控えるっていう、でまあこれどうしてそのやろうと思ったかっていうと、まあ私の性格上もそうだし仕事上もそうなんだけど、まあ結構いろんなものに追われがちと言いますか、こう、私の
の性格的には本当は一つの物事に集中して取り組んで終わった、よし次ってやる方が向いてるんですよ。でもやっぱアイドルってそうもいかなくて、いろんなことを並行でやりながら、今日はこれ考えて、あ今日はこれとこれとこれをやらないとみたいな、まあ、そういう風にいろんなものに追われることがね、まあいつもなんですよ。でそれが完全な休日があるわけでもなくて、なんつったらいいですかね、そのいわゆる分かりやすく週休2日みたいな、そういうのがないのですよ。だから今日は何も考えなくていいや、仕事のこと何も考えなくていいやみたいなタイミングが本当になくてですね、まあ、っていうのもあって、まあ、ずっと呼吸がしづらいみたいな感じ、あそれは、身体的なものじゃなくて比喩的な話ね、ずっと何かアップアップしてるような状態が結構続いていまして、で、まあ、一応 NGT48 が12月10日に新公演をやる予定なんですよ。ちょっと無事できるかは分かんないけど、まあ、一応予定としてはそうなんですね。で、まあ、その新公演始まるにあたってリハーサルだったりとかがすごくこれから多くなって、また今まで以上にやらなきゃいけないこと、覚えなきゃいけないことが山積みになるんですよ、新しいものを作るって。でそうなった時に今の、まあ、状態だと心身ともにだいぶ疲れてはいたので、ちょっとここらで一回リフレッシュじゃないけどリセットする、マイナスをフラットに戻す期間を作らないと、まあ、どこかでそれこそ新公演の直前とかにあダメだってなるかもしれないなと思ったので、そういう期間を作ってみました。うん。でまあ実際どうだったかっていう話を今日はしつつ、はい。で今後、あなんかパジャマが映ってる。今後ねどうしていきたいかみたいな話も軽く、別にそんな大きな話はないんですけど、していこうかなと思いますが、結論から申し上げると完全なフラットにはもちろんならなかったですね。そりゃそうでしょうね。5日間4日間しかなかったんで、まあなんだろうな、まあでも9大点かなっていうぐらいの行動はできたかな。うん。でその SNS、 私の性格上の話もあれなんですけど、そもそも SNS っていつでも更新できるっていうのが結構枷と言いますか、なんつったらいいかな、こう見えて実は変なところで完璧主義なんですよ。なのでやれることはやれることはやらないと満足できないと言いますか、なんだろう、100点に100点を重ね、100点取れるものは100点を取っていきたいみたいな性格なんですよ、勝手に。別にこれは自分がそうしたいわけじゃなくて、もう今までの生まれ育った環境のせいだと思うんですけど、まあ、そういうタイプなんですね自分が。で SNS っていつだって更新できるし、どんだけ更新、どんぐらいでも更新できるし、なんつったらいいかな、まあ、っていうそもそものストレスがあるじゃないですか、いつでも更新できるものっていうストレスで、それに加えてそれが1個だけだったらまだいいんだけど、それが Twitter、Insta755、 チャット、メールみたいなショールームもそう、本当にそれを全部抱えて今まで6年間ずっとやってるわけですけど、まあ冷静に考えてみておかしいですよね。そう、うん、やっぱり自分の知らず知らずのうちにストレスがかかってて、なんかもうずっとなんか追われてる状態、アップアップしてる状態で、やっぱそれをじゃあ、それをどうしたらいいかって話で、で今回もう SNS やりませんっていう期間を作るっていうのが今回の目的なんですよ。つまり今まではいつだって更新できる SNS があるっていう枷だったんだけど、今回はもう SNS をやらないっていう縛りですよ。 SNS を やらないっていう縛りを作って、そうしたら今まで後回しにしていた部屋の片付けだったり
やらなきゃいけないことだったりとかを必然的に言い訳ができなくなるというか、あ、SNS やらないといけないからこれできないやっていう後回しになってたものを、まあ一番最初のタスクにすることができる。今まではいろんなものが重なってて一番もう大優先のものしかできなかった、うまくそれぞれこう計画的にやることができないから最優先のものを全部やらなきゃいけないみたいな状態になってたんだけど、もうその最優先のものとかを消して、でその最優先ってあれなんですよ、あ、23時までにメール送らなきゃとか、そう、あ、これ告知しなきゃみたいな、そういう時間が、その日中に時間がみたいな、そういうのがさいっぱいあるわけで、 SNS って毎日それがずっと続くわけじゃん。だからもう常に毎日そのタスクがあるわけよ、上位にって考えると、うん、なんていうのかな、ずっとなんか消えないタスクがあるっていう感じだったので、そもそもちょっと SNS 一回ペッてやって、まああとね暗い話題もいっぱいありますから、そういうのもちょっと換算はこうなんていうんですか、離れてみたいなとこもありましたけど、まあそっちは別にどっちかというとなんておまけですね、うん、もう本当にメインはやらないようにするっていう稼い、うん、だからね、まあ荒治療ですよね、どっちかっていうとそう、うん、でモバメもなんか気が向いたら送るというか送ったり送らなかったりしますっていう風に言ってたんだけど、結局ちょっとモバメって拘束されるのよ画面に、だからね、まあ必然的にやれなかったね、意識的には。まあチャットは送ったりしたけど、うん、まあ結構そうだな、まあなんか今の自分の状態を知れた期間にはなったかな、っていうのがまあ今回のリセット期間に挑戦した理由みたいなものかな、で実際何をしたかって話なんですよ。これ別にダラダラしてたわけじゃないんですよ、ちょ水飲ませてね。そう、仕事もあったし、うん、でね、仕事もあったので、その合間とかでやったりとかもしてたんですが、まあお仕事もそこそこあったし、そうだね、リセット期間1日目とかは仕事の合間、そう、仕事が結構2つあって、合間ね1時間ぐらい帰りと一緒にバンダイでショッピングして、で帰りがバンダイのラブラからビルボーまで続く伊勢丹からね、あの道をこんだけ続いてると思わなかったみたいなこと言っててそう、でもよく聞いたらなんかバンダイバンダイのねロケあって、そこ通ったわみたいな、通ってるやんみたいな、なんかなんですかね、意識して通ることがなかったらしい。で別に通ったことはあんのよ、でもなんか自分で言ってたの、ここに落ちてきた、なんか自分で言ってたのは、いつも人のいつも人の後ろついてくだけだから気づかなかったみたいな、本当にねおかしいんですよ本当に意味わからないけど、まあそういうことらしいですね、うん、そうそうそうっていうね、まあそういう謎もありつつ、うん、では仕事もありましたと。でね、その日の夜に母が来て、で次の日14日に朝からまずモーニングを食べに行って朝日を浴びに行きまして、あ、もうめちゃめちゃデジタルデトックスじゃない、朝日を浴びに行ってモーニングを食べて買い物して帰ってきて、部屋を、まあ部屋片付けも一緒にやったんだけど、部屋のね模様替えをしたんですよ。うん、なんか前にもちらっと言ったかもしれないけど、みゆのお家に、あ、てか今日、今日のあれで言ったね、そう、みゆのお部屋行ってすごいインテリアのセンスに感動してしまって、部屋を広く見せる力といいますか、
本当に感動してしまって真似しようと思って、でそれをねママに言ってたんですよ。もともとその時もう本当数ヶ月前なんですけど、それで、あ、じゃあちょうどいいタイミングだから、まあ、気分転換にもなるしね、インテリアの配置が変わるって。そうだから模様替えしました。ベッドの位置がガラッと変わったから、次ゲーム配信するとき見たことない配置になりますね。てか聞き顔で配信できるようになったの。テレビの位置を変えて、あのテレビのコードめちゃめちゃ長いめちゃめちゃ長いの買ってきて、アンテナさ、その一番近いとこじゃなくて反対側にしたから、そテレビもともとこっちだったのこっちにしたみたいな感じで。そうまあなんかさ、なんて言ったらいいかな、意外とさこう気分が明るくなるとか気持ちをリセットするっていろんなトリガーがあった方がいいかなと思って、きっかけがね。だから部屋の配置を変えてみるっていうのも大きな、なんかまあ気分転換になるかなと思ってね。ちょっとうつうつした気持ちを晴らすっていうためにもなるかなと思ってやってみたけど、まだまあちょっとあんまりあんまりここで過ごせてないからわかんないんだけどそうっていうのも、まあその日、まあその日中に帰っちゃったので、連絡が来て急にメンバーから、今日鍋パしないっていう、鍋パするんだけどさっていう、鍋パ急にね。そうで具材買ってきてくれないかっつって、そうなんか前からやりたいって言った鍋パを何かノリでその日やることになったらしくて、で昨日その場にいなかったから、ちょっと具材買ってきて合流しないみたいな。そうなんか具材を母と一緒に買いに行ってみんなで食べて、美味しかったねっていういやそうそうそう、楽しかったですよ。うん、みゆんじでね鍋パしました。そうで、まあなんかそんな感じで結構、まあ今これ2日間の話なんですよ。2日間でこんだけ充実してんの。1日目は仕事をしてたし、2日目は模様替えと鍋パして、あ1日目はだから仕事と帰りとショッピングと仕事と、2日目が部屋の模様替え、あモーニングと部屋の模様替えと買い物と鍋パ、すごくないですか。で3日目15日も仕事だったんですよ。これは仕事があって、仕事終わって時間が、まあ、夕方ぐらいで、あなんか普段やんないことしようと思って、何がいいかなと思って、あでもバンダイだったからと思って、買い物はね最近いっぱいしたもんなと思って、何がいいかな何がいいかな、あ見たい映画があったわと思って、もうすぐさ飛んで埼玉も始まるし、来月はスパイファミリーの映画も始まるし、結構見たい映画たまるなと思ってたので、私ずっと見たいと思ってたけど見れてなかった映画が1個2個あって、あ見ようと思って、ちょうどその時にめっちゃタイミング良かったのがワンピースフィルムレッドアンコール上映、そう昨日のショールーム配信でチラッと言ったんだけど見てきました。で私前情報マジで何も知らなくて、歌の曲しか知らなかったので、ワンピースはね、でもねアラバスタ編まで読んだんですよ漫画で全然読んでないんでらしいんですけど、全然まだもう10 本当にミリの情報しかないんだけど、まあでも妹がワンピース同じぐらいで全然知らない人だったのね。でもワンピースフィルムレッド見てめっちゃ良かった、2回見に行ったとか言ってて、最初のシャンクスとルフィの関係性しか知らないけど面白かったって言ってて、あそうなんだ、じゃあ私も見に行こうって思ってて、でまあ行けたんですよ、一人だったんですけど面白かったですなんかワンピースの仲間増えてて誰が誰か分かんなかったっていうのはあったんですけど、見聞色の覇気って、ああよく聞くやつとか、キザルってお前のことかみたいな逆伏線回収みたいな感じだったんですけど、その本当に前情報なしで見に行ったの。
だから歌がどういうキャラクターなのかが分かんなくて、なんか世界の歌姫みたいな、そのワンピースの世界ですごく支持されてるあの歌姫ってことしか知らなくて、だから全然分かんなくて、でなんかまあ結構映画の映画自体は結構賛否両論って言ったらいいのかな、なんつったらいいんだろう、なんかまあ映画っぽくないんですよ、結構そのアドさんが歌う歌の楽曲で構成されてるのが前半で、まあなんか最初は結構コンサート映像っぽいというか MV っぽい感じで、なんつったらいいかな、まあそういうのがね好きじゃないよって人はもしかしたらそうなのかもしれないけど、でも全然なんか新鮮で面白かった。私が見たのは 3D とかじゃなくて普通のやつだったんだけど、そうちゃんと面白く、お話もあのねお話ね、てか映画ってそうだと思うんだけど、映画って基本的にさ2時間の長編ものの場合って最初はなんかさ謎なことが多いじゃん、言ってることも分かんないし、今こういうのはどういう状況か分かんないみたいな、だから映画って得意不得意あるなって思ったんですよ。私得意な方なんだけど、その一度見た一度見聞きしたものをしっかり心に残しておいて、頭に残しておいて、頭の隅に残しておいて、後でそれについて謎解きされた時にあーってなれる人じゃないと楽しめないなって思って、映画って長いし同じ話を全部やるじゃん。短いのだったらさポン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 と起承転結だけどさ、ただ起承転結やるだけだと2時間って長いじゃないですか。だからまず最初に結末だけ持ってきてとかさ、そういう風にやったりするじゃないですか。このワンピースフィルムレッドもまず最初に歌のライブシーンから始まって、歌ってこうなんだみたいな、でルフィと友達みたいな、あちょっとネタバレ含むので皆さん嫌な人は耳塞いどいてください。そう、あ友達なんだへえみたいな、でシャンクスの娘、あなんかその情報は聞いたなみたいな、でそれでそしたらなんかどんどん不穏な雰囲気になって、なんか歌をとっ捕まえろみたいな、でルフィも追われるし、えなんでなんでみたいなっていうので、どんどんその歌の能力だったりとかそのライブ会場の秘密みたいなのがどん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 明かされるわけ。でも最初はさ結構場面がなんつったらいいかな、こう整然としないというか結構混沌としてるんですよ。だからなんかちゃんと聞かないと分かんないだろうなっていう感じがして、だからずっと2時間集中しっぱなしでできる人じゃないと映画ってもう見れない時代だよな。だから今ねなんか映画飽きてスマホ見ちゃうみたいな、よく話題になりません？ネットで。そう、そういう人も多いんだろうなって思いましたね。まあ私はだからめっちゃ楽しかったんですけど、普通に感動したしね、最後の方とか。ワンピースアニメは見たこともないんですけど、漫画でねアラバスタ編まで読んだけど、アニメはね見たらね丸20日かかるって、全話見ると。そう、丸20日かかるって言われてさすがに諦めたよね、このスケジュールだとね。うん、そう、まあ、楽しかったんですよ。まあっていうので、まあもともとそうアドさんの歌も好きだし、ワンピースも興味あったし、こう私は最強とか歌ったじゃないですか、あれで生誕祭で。それは全然知らないのよどの歌がどこで歌うか知らなくて、うん、2曲目だったんですけど、新時代の次の曲が私は最強なんだみたいな知らないんですけどなんか普通に歌の曲、歌の楽曲みたいな、あそういう立ち位置なんだなみたいな思いつつ、へえと思って、まあなんかそういう意味でおいても、まあ流行りの楽曲を知る、流行りの楽曲の知るっていうのは単純に歌えるようになるってだけじゃなくて、背景を知るっていう点においてはまあ必要なことだな、勉強としても必要なことだなって思ってたので、15日、これまだリセット期間の話してます、3日目のお仕事終わりに歌を見た、歌じゃないわ、ファ
ワンピースフィルムレッド見た。で面白かった。ワンピース興味持ってる最近ずっと、うん、っていう感じで。でその次の日16日は実家に帰りまして、あの髪を染めました。まあねプリンが治ってると思うんですけど、まあ髪を染めたっつっても、まあ、元に戻ったというか、ちょっと金髪キンキンしてた感じのがだいぶ落ち着いた、うん、落ち着いたっていうか、まあ明るいんだけどヘーゼルナッツというか、うん、可愛い色になりましたね。うん、そう、まあ結構最近はいつもこんな感じの色。そう前髪も切ったし、そう髪もね整えたし切ったし、うんうんうん、ありがとうございます、ありがとうございますっていう感じでしたね。うんうん、そうだね、うんうんっていう感じでした。まあ旧大点ぐらいじゃないですか。ちゃんとその普段追われてる状態だとできないこともやったし、まあ衣替えとかもそうだと思うし、映画もそうでしょ。うん、髪も染めたし、新公演の準備も済んできたし、お仕事もちゃんとやったしっていう感じで、まあ私が目標としていた目標っていうほどでもないけど、まあ本当に旧大点というか、うん、ちゃんと体も休めたしっていう感じですね。まあ次の日はそのだから実家帰っちゃったからね、家が完璧に綺麗にはできてなくて、物がまだちょっとまとまっ、ん？なんていうのかな、完璧に綺麗にはできてないんですけど、物があって、うん、っていう感じで結構ね、はい、まあリセット期間といたしましては、まあ一番の目標は部屋を綺麗にすることだったからね、まあそれはね少しというか、まあ8割方改善されたので、まあよしとしましょうっていう感じですよね。ででなんですけど、まあやってみて気づいたことみたいな難しい、なんて言ったらいいんですか、まあ、今までは、まあ、やる理由、リセット期間をする理由と今リセット期間をした結果ですね、お話ししました。そしてやってみて研究結果みたいな状態になってますけど、まあその研究してみて、まあ、感じたことみたいな感想みたいなものですよね。今結果報告だけ終わったんでなんですけど、まあまあ予想通りですけど、やっぱり SNS とかってまあだいぶ負担にはなってるんだなっていうのが率直な感想。ショールームを何時までにやらなきゃいけない、メールを何時までに送らなきゃいけない、これを告知しなきゃいけない、わあっていう、そういうのってまあちゃんと追いかけてくるストレスというか、まあ、期限があるものって基本そうだと思うんですけど、そうやっぱちゃんと全部ストレスになります、まあ、それが一つだったらいいんだけど、まあいろんなものがもう10個ぐらいあるから、まあちゃんとなんかそれを全部取っ払ってみると比較的生きやすくはなったけど、でもじゃあやめればいいって話じゃなくて、でも結局仕事なんですよ。告知もそうだし、メールもそうだし、チャットもそうだし、それはもう仕事であって義務なんですよ、言ってしまえば。うん、義務にするなんて言ったかな、義務にしない方がいいんですけど、平たく言ったら義務なわけでございますよ。ショールームに関しては義務ではないんだけどね、うん、これに関してはで、どうしてそんなにいろんなものに追われることが辛いというか苦しくなるのかって言ったら、一番最初にも言ったけれど、やっぱり全部に全力で答えようとするからっていうのはあると思うんですよ。で、その性格ってそうそう簡単には変えられないと思うの。今からじゃあ
もっと気軽にね、うん、気軽にやっていいのよってみんな言ってくれるじゃないですか。でもやっぱそれって気軽って何って感じなのよ。ずっとなんかこう重いものを背負ってるような感覚なんですね、ずっと。でやっぱそこをかん自分の考え方とか自分の価値観を変えるのってまあ死ぬほど難しいですから、まあ、そこはもうちょっと諦めましょうと。そこは無理よね。その考え方とか価値観を変えるのは無理よね。もっと気軽にちゃんとやるみたいな。そう、例えば今日ね生誕祭でやつみゆとかは本当にもう息を吐くように SNS で自分の発信をするじゃないですか。メールもそうだし、しかもそのなんて言ったらいいかな、内容があって読み応えがあるメールを送るじゃないですか。そう、すごいことですよ時間もかかるし脳みそだってかかるし、でも得意なんですよねきっとね。うん、努力ももちろんあると思うけど、やっぱりそれ以上にそういうことをしやすい性格って言ったらいいかな、いい意味で。なんて言ったらいいかな、まあ、自分のことを発信する、それを喜んでくれるっていうことに対してシンプルに素直にみんなが喜んでくれるからやろうっていうタイプなのかもしれないし、わかんないんだけど、うん、まあそう、あんまり負担になんないタイプ、性格的にね。そうで本当にすごいなと思うわけですよ。でもやっぱり自分はそうはできないな、一個一個にもう深く考えすぎちゃう、あれでこうでこうでこうでこれがこうでこうでっていう風にいっぱい考えちゃって時間もかかるし、ああどうしてあれもしようこれもしようっていうそのマイナスな気持ちの方がどんどん乗っちゃうから、うん、そう、みんなのことを思って書こうと思えば書こうと思うほど難しくなるタイプ。これはもうしょうがないと言いますか、うん、難しいな、なんつったらいいんだろう、まあ本当に得意不得意というか、まあマジで生きてきた環境というか性格と言いますか、うん、それが絶対的に嫌だってわけじゃないんだけどね。でそれで、あ、まあじゃあしょうがない、じゃあやらないっていうわけにもいかないので、まあ改善策ですよね。そもそものそこの考え方を変えられたらもちろん楽になると思うし、もっともっとみんなにこう気軽にねいろんなものをくれたりすると思うの、それぞれのコンテンツ、それぞれのプラットフォームで。でもそれはもう無理なので、無理というかまあ難しいというかまあ大変というかまあ無理なのでまあそうじゃない改善策をね作ろうってわけでございますよ。で、うん、まあいろんなものが重なってそれぞれにこうストレスを抱えるっていうのは、じゃあどうしたらいいかっていうと、それぞれをもう別枠として考えるしかないなと思ったんですよ。今そのただでさえ公演のこと、まあ大きく分けて仕事のことプライベートのことだけにしても、仕事だと、まあ、公演だったり SNS だったり、まあ、他にもいろいろありますよね。まあそう本当に大きく分けたら多分 SNS、人に見える仕事と見えない仕事だね。うん、ざっくり分けたら SNS はまあ配信ショールームだったりツイッターだったり本当にざっくりとした SNS、メールとかも含めて人に見える仕事っていうのは劇場公演だったりフェスだったりとかのステージだとか、収録したもの、収録っていうか、まあ、生放送とかテレビ読んでいただいてとか
人に見えない仕事っていうのはリハーサルとか収録とか撮影とか、その場でみんなに今何々してますよって言えない仕事、準備含めてっていうのが仕事でしょ。プライベートはまあ今もう学生じゃないから勉強とかないけど、まあ部屋の片付けだったりとか料理だったりとか、あとなんだろうな、まあ生活習慣、ざっと生きるっていうことにおいてを、まあここでパッと分けたとして、まずそこの境界線も曖昧だしね。そう、まず曖昧じゃないですか。まあそこの境界線も曖昧なんだけど、まずここバッて切り離して考えた時に、その中で SNS の中だけでも、もう知るほど項目があるじゃん。ツイッター、インスタ、755、メール、チャットみたいな。うん。それを全部切り離して考えるっていうのが大事だなって思ったんですよ。ジャンルごとだったらもう少し、ジャンルごとっていうか、うん、物事を別で考えたらもう少し楽になるんじゃないかなって思って、なんていうかな、今言ったのも正直ここで初めて口に出したからそうなったんだけど、ただでさえまずやらなきゃいけないことっていうリストになってるわけ、私の中で今言ったことって全部。仕事、大きく分けて2つ、仕事プライベートの部屋の片付け、生活習慣を正す、うちの人に見える仕事、見えない仕事、 SNS、 全部やらなきゃいけないことっていうリストの中に入ってて、その中のまず分け方としてプライベート、仕事、そしてプライベートの中の家事、そしてなんだっけ、生活習慣どうたらこうたら、こっちが人に見える仕事、見えない仕事、 SNS 分けました。まず分けましたね、1を2つに分けて、それをまずそれぞれ3つずつぐらいに分けましたと。でこれだけやっても多少変わるかもしれないけど、もうちょい分けたい。そう、もう分割、そう分割していく。今も全部やらなくちゃいけないことがドーンって載ってたものを少し分けて、プライベートはこう、これをやらなきゃいけない、仕事はこれをやらなきゃいけないって分ける。でまあプライベートは一旦ポーンって置いといて、それはもう別にそんな大したもんじゃないのでね、もう日々コツコツやるしかないから、もうそれちょっと時間作るなり頑張ってもろて、で残った仕事についてですよね。で私の不得意なことって人に見えない仕事と SNS なんですよ。人に見える仕事に関しては皆さんご存知だと思うんですけど、ちゃんとやってるんですよ。それは人に見えてるから、やらなくてはいけないギリギリのラインと言いますか、やってたから、もう何もしなくても時が来てしまうものだから。で人に見える仕事って言った時に、まあ、みんなもそうだし、他のさ人もあるじゃないですか。それは人に見えない仕事だとして、まだ公に出せない仕事だとして、それもギリできるんですよ。例えばリハーサルとか撮影とか、そういうのってその場で見てる人がいるじゃん、受け止めてくれる人がいるじゃん、先生だったり撮影カメラマンさんだったり、そういう人がいるからいいんだけど、三村ひのはもう自分で分析して思ったのは、自分のために努力することが苦手なんですよ。人のために努力することはいくらでもやるんだけど、自分のために何かするっていうことが本当に苦手なの。だから逆説しても人に迷惑をかけられないから、人に迷惑、これができなかったら人に迷惑がかかるってことは
やれるの。でも自分のために、自分だけのために努力するってことが本当に苦手で、それはなんでかは分かんないけど、多分すごく自分本位じゃないからだと思うの。他人っていうのは友達とかそういう関係じゃなくて、自己と他人の話ね。他人が、まあ他己的と言いますか、そうだね、そうなのよ、そうなのちょっとすいません、あんまり言葉が難しくて。だから部屋の片付けもできないし、まあそうっていうことなんですよ。でこれはもう考え方だから変えるのって難しいんだけど、まあ分かったじゃないですか理由がその自分のための努力が難しいんだったら、それをどうにかして他者のためにすればいいわけであって、ただやっぱりそう考えるのって難しいですよね。でも何をしても今は受け止めてくれるファンの方がいるので、そのみんなのためにって思えたら一番いいんだけど、なんだろう、なんかね、なんでだろう、なんかそんな単純じゃなさそうなんですよね。あ、誰かを呼ぶために掃除するのはねできるんですよ。あの本当にこれガチな話なんですけど、そう、明日日のうち泊まっていいみたいな、よくあったんですけど、最近あんまないんだけどね、ってなった時に、あ、片付けるねってやるんですよ。これガチね。そうだから、そうなんですよ、本当にそうなの。マジで自分のこと本当にどうでもいいと思うの、多分私は知らぬうちにそう思ってるっぽくて、だからもっと自分本位で自分大好き人間でいられたら楽なんですけど、楽っていうか自分が好きな自分であるために努力することができるじゃん。でもその力がないわけ、マジで難しい。うん、あ、献身的タイプ、そうなのかな、いい言い方をするとね、そうかもしれない。うん、これはどうしたらいいのかわからない。てか今話して気づいたけどね、あ、そうだわって思ったけど、前々からちょっと思ってたけど、本当はそんな話がしたかったわけじゃなくて、その組み分けの話で、分割の話で、SNS をもっとそれぞれ発信することを分けようと思ったんですよ。で、一番分かりやすく言うと、メールとかチャットで宣伝はしないみたいなこと。しないって言いすぎると無理なんだけど、あのね、今現状何が大変かって、ショールーム、ツイッター、インスタ、メール、チャット、それぞれ同じことを違う言葉で言ってるんですよ。それってなんかすごい、なんだろう、知らぬうちに多分今私何してるんだろうってなってる気がしてるの。
実際どうかは分かんないけどね。そうで、どうするかっていうと、宣伝系のものはツイッターとかで、ツイッターといいますか SNS で載せて、もっとチャットとかメールはプライベートなことを送るようにしようかなって思ったんですよ。なんか今まで私はさっきの完璧主義の話に戻るんですけど、メールしか見れない人がいるかもしれないからとか、ショールームしか見れない人がいるかもしれないからとか、ツイッターしか見れないことがいるかもしれないからとか、そういう理由で全部に対して同じ内容を別の文章で送ってたりしたんだけど、それってすごく献身的だし、気遣いとしてはいいかもしれないけど、自分のためになってるかといったらそうじゃないじゃないですか。だったら宣伝的効果のある全体のその私のファン以外の方にも届く SNS でいろんな宣伝をして、メールとかチャットはもう私のこと好きな人しかいないんだから、もっとパーソナル的な部分を伝えていく、そうそうなの、ツイッター見てねでいいんじゃんって。いろんな告知があるからツイッター見てね、おやすみでいいじゃんっていうのには思った。そう、メールでなんかね、あれも投稿しなきゃ、これも言わなきゃみたいな、ってなっちゃうのが、でいつからかそのあれも言わなきゃこれも言わなきゃが、これを言ってるからこれはこのプライベートなんていうのかな、宣伝を先にすることによって、あ、このメール送れなくなっちゃった、このプライベートな気持ちのメール送れなくなっちゃったみたいな、そういう風にもなってったのね。優先順位がごちゃごちゃになっちゃうの、混乱してるの、カオスなのよやっぱ。だからこのリセット期間で改めて思ったのは、そういう部分も整理したかったっていうのもあったし、だからそれはちょっと今後意識していこうと思う。なんか全部が全部、今からみんなが 100% 喜んでくれるコンテンツとしてお届けできるかって言われたら、そこはちょっと 100% そうしますとは言い切れないし、どん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 良くしていきたいみたいな気持ちではあるんだけど、まあショールームをね毎日やってて、だいたいそこで全部話しちゃうのよ。今日何をやりました、これをやりました、あれをやりましたって。そう言うと、言った言葉を思い出してメールで書いて、チャットで書いて、ツイッターで書いてみたいな状態になっちゃうんですよ。だからまあショールームをやめればいいんじゃないかって話なんですけど、なんかやっぱそこはね、考えたけど、なんか違うかなって思って、ショールームが今雑談の場になってしまってるから、もうちょっとなんかこう企画ってまあそれをまた考える時間も大変なんだけどね、まあなんかもっと、まあ最悪同じ話でもいいから、せっかくずっとお世話になってる配信だし、もうすぐ1300日まで行くし、今ここでやめるのは違うなって思う。
思ったので、それはもう第一優先事項レベルだったので、やめる必要はないっていう気持ちが、うん、そう、なので、まあまず意識することとしては、ショールームを続けるけど、告知系とかいろんな複数、入り口になるような発信は各種 SNS で、で、本当にこれ誰が聞いておもろいんっていうなんか話をメールとチャットでしていきたいとは思っているの。多分私が思ってる以上にみんなは私のこと好きだからだから私が本当に死ぬほどくだらないと思ってることもみんなは多分知りたいんでしょ、きっと。だから今まで私はこんな話聞いても何もならねえやいって思ってたものを、もっともっと多分それを発信していくべきなんだろうなと思って、うん、っていう意識でやりたいなって思ってます。ちょっとできるかは分かんないし、うん、本当にそれはもうもともと私の性格とか癖みたいなもの、考え方とかだから、でなんかいろんなさ固定概念というか足かせというかルールとかね、そういうのにすごく縛られてしまう性格だからさ、うん、だからね、まあ治療だと思って治療だと思ってやっていきたいかな。もっと充実した活動をねするために、うん、まあ告知の仕方とかもツイッター、基本的に告知はツイッターでやるから、まあ X ですねうん、だから本日の告知ってツイッターのスクショをメールに貼るとかでもまあワンチャンありかなみたいな、それはそれでいいよね、一言でわーめっちゃ楽しみみたいな、っていうのもまあなんか今思いついたけどありかなと思ったり、告知だけに関してはね、何も触れないのはさあれじゃん、明日こうですみたいな、うん、まあっていうのを、まあ、模索してやってくしかないかな、うん、本当に模索です、これは正直簡単ではない、うん、うん、自分のための努力っていうのが三村さん苦手なので、自己肯定感がゴミってこと？知らないだけでそうなのかもしれないんですけど、そういうことですよね。うん、そう、自分に合った方法、それこそ唯一無二のやり方を探るしかないよね。
でもそうだよね、ポジティブなさ、そう、他者の自己肯定感、そうなんですよ、得意だよね。ネガティブ、まあ、カホとかもそうだけどさ。でも得意なんですけど、それも結局人のためなんだろうね。なんかいいこと言ってんだか悪いこと言ってんだかって感じですよね。綺麗事に、綺麗事でしかないんだよな多分人生がね。自分のために何もしたくないもんね。だからね、もっと分かりやすかったらいいんですけど、なんだろうな、例えばもう別にアイドルもやってなくて、誰も私が私であることに必要としてないんだったら別に構わないもんね。でも今アイドルやってっからさ応援してくれてんのよみんながだからさ悲しんじゃうでしょ。だもしかしたら本当に自分をちょっとこう、なんだろう、自分のため、自分のために自分本位に生きてみないと、後悔するのは自分だしね。難しいですね。でも今までずっと人のために生きてきてるみたいなとこあるからな、かっけー。でも逆だよ、でも自分本位な人ってさ、多分ね、その自分本位な人を今までずっと見てきてるから、いろんな場所で、いい意味でも悪い意味でも、で悪いのが目立つとさ、まあ極端な話ね、完全にわがままな人って人に迷惑をかけるじゃないですか。で反面教師でさ、そうはなりたくないなって思うわけじゃん。それを幼い頃からずっと積み重ねてたから、そういう価値観なのかもしれない。価値観っていうか性格か。でも逆もそうだよね、他人を本意だけだったら、いや完全に他人本意じゃないな、私自分の意見はあるもんな。でも自分の意見があるのだって他人に迷惑をかけたくないからなんだよね。人が他人同士で話をしてた時に話が進まないのが嫌だから自分の意見を持つんだよ。自分が後悔したくないからとかじゃなくて、他人と、他人っていうか、他人っていうとすごい本当になんか冷たく感じるかもしれないけど、まあ人、
人対人の話し合いの時に話し合いが進まないと迷惑かかるからとか、話し合いが進まないと気まずいからとか、そういう理由で自分の意見を持つの。絶対に自分がこうしたいああしたいっていうわがままを通すことって基本的にないな。あ、それは他者を言い訳にしてるっていう言い方もあるのかな、わかんないけど。めー、考えすぎてわかんなくなっちゃった。長女ってそういうとこある？まあそうだよね。ショールームは自己を分析するのにすごくねいい場所なんですよ。そう、大抵今話してることって考えてきたことを話すんじゃなくて、今考えてるの、今言葉で話してそれを整理してるのね。だから そういうものです。ショールームは結構そういうとこありますね、私にとってのショールームって、うん、口に出して整理してる。メンバーと話す時ももともとある私の意見じゃなくてみんなの話を聞いて、でも結局さこうこうこうでさこうだからだよねっていうのを口に出すことによって自分でも理解できるから、整理して理解できるから、うん、もっと自分本位に生きることはちょっと意識してみようかな。でも後味が悪いんですよね。もうほんと性格だよね。マジでさ、自分さえ良ければいいって人もいるじゃないですか。全然私も出会ったことありますよ、いっぱい自分さえ良ければいいみたいな人はね、それいますよ。でもそっちの方がいい人生だったりするからね。全面的に肯定はしないけどさ、まあ、結局そこをうまくね使い分ける人が一番人生楽しいと思うんですけど、うん、なんか人の顔色伺うとはまたちょっと違うんだよね。でも人が絡まないと自分のためにとは思えないんだよな。言い訳なのかな、わかんないけど、例えば誰かが協力してくれてるからこれを絶対に成功させなくてはいけないは得意、でも自分の今後の人生に関わってくるからこれを成功させなきゃいけないは苦手ミッキーマウスの誕生日に何言ってんだすっげえわかりやす、うん、そうなんですよ。ね、そんなんじゃ自己表現もできないよね。でもちょっと考えて過ごしてみるか、なんならメンバーにも頼んでみるっていうのもありですよね。うん、ちょっと自分本位に生きてみようと思うマジでルフィじゃんマジでルフィなんだけどマジでルフィ、海賊王に俺はなる。いや無理ですよ、変わんないっすよ、無理だよ、無理だけどさ、うん、
いや私みたいに悩んでる子いっぱいいると思う。ここまで深刻かどうかはあれだけど、人のためじゃないと動けないタイプの人って絶対いると思う。まあ、長女って多分そうなんだろうね。うん。両親が喜んでくれるからとか、妹が困ってるからとか、友達に頼られるからとか、そういうので、それだけに生きがいを感じるタイプというか、人に頼られてこそ価値があるみたいな、人に褒められてこそ価値がある、だから本当に自分が他者に委ねられてるみたいな状態。なんでこんなに分かりやすく口に出せるんだろう。言葉だと簡単なのに。だからね、真冬にもすごく共感するんだろうな、プロセカのニーゴのね。今できないことを自分本位に考えたとてできないからな。今できてないことは他者の他人本位に考えて、今できてることは自分本位で考えてみる。いや、わかんないわかんないわかんなくなってきたけど、わーばーばーばー、そう、裏表とかもないしね。なんつったらいいのかな、打算的なとこが何もないのよ。うん、そうなの。じゃあ今日のわがまま、一日一個わがままをしていくってのはどうだい。一日一個これができて偉いと一日一個わがままを言う。今日のこれができて偉いは、久しぶりにショールームをしてこんだけ自分のこと分析できて偉い。で、そう、今日のわがまま、わがままは別に何に対してでもいいんだよ。自分に対してでいいの、人に対してじゃない。そう、人が絡むとダメだから。で、今日のわがままは、こんだけいろいろ悩んで、なんかもうやれるんだかやれないんだかよくわかんない話をいっぱいしてるけど、みんなが離れてったから、離れてったら嫌だからずっと押してろ。本日のわがまま、うん、どう？本日のわがまま、うん、自分本位、そう、みんなが嫌あるからとかじゃなくて、私が嫌だからっていう、私がを考えるんだよ。だからすっごいバカ真面目みたいだから、私が寂しいから、そのひのちゃんがこうやって
悩んでいろんな方向でやってみるけど、いろんなことを試してみるし、リセット期間も作ったけど、私が寂しいし私が嫌だから離れるな。どうですか、これでいいんじゃないですか。うん、まだまだ、よし、今日の今日の偉い、なんだろうな、今日の今日できたことと今日のわがままをちょっと毎日考えてみようかな。ショールームで言うのもありだよね。まあ それが一日の終わりかどうかは分かんないけど、ちょっと意識してみるわ。どうしよう、明日忘れてたらごめん。うん、うんうんうん、ありがとうございます。うん、あとそのストレス的な話をすると、まあ今ねとりあえず方向性決まったんですが、あのショールームを、まあ、今後毎日続ける、毎日っていうか、まあできる時ですよね、あのできる時に毎日アイドル配信を続けるにあたって、ショールームってその SNS の中でも、なんつったらいいかな、リアルタイムで情報が頭に入ってくるから、いわゆる情報量で言ったら、情報量イコールストレスって考えたら一番多分大変なんですよ。あのいろんな人のいろんな言葉が入ってくるっていう、その事実だけを捉えた場合ね、内容じゃなくて。で私の場合はみんなのコメントをわざわざ口にして拾ったりすることはあんまりない方だと思うの。それは今までの私の配信の経験上、みんなのコメントを一つ一つ拾っていくとキリがないし、あのね、なんつったらいいかな、主観的、私の個人的観点においてどちらかってね、聞いてて何が何だか分かんない配信になるんですよ、みんなのコメントをね適宜拾っていくと。なので今のスタンスとしては、私が一方的に話してたまにみんなのコメントを拾う、共感できる言葉とか私の今思ってる言葉を分かりやすく言い換えてくれた言葉とか、あとは広げやすいコメントとかっていう風に今はやってるの。まあもちろんタイミング次第でコメントめちゃめちゃ拾う時とか、私が頭回らない時とかはみんなのコメントを読むっていう感じでやってたりするんだけど、そう、まあずっと前からそんな感じでやってるんだけど、そう、たまに勘違いする人も多くて、私はそういうスタンスでやってるんだけど、この人のコメントばっかり拾ってるとか、自分のコメントは拾ってくれないとか言われるんだけど、それはそのレギュレーションに入ってるか入ってないかだから、なんつったらいいかな、コメントを読まれるってことはさっき言ったように私の気持ちを代弁してくれたりだとか、広げやすいコメントをしてくれる人、コメントが読まれない人はそうじゃない人ってこと、厳しく言うとね。それを分かってほしい。うん、みんなのコメントを必ず目で追ってるので、でそれは人で選んでないので、うん、そもそもコメントを読まれること自体を確率が多いものだと思ってほしくはないかな。うん、本当はさっきも言った通り、本当はみんなのコメントに一つ一つ返事したいのよ。うん、そう、読まれないっていうスタンスでいてほしいかな、基本的には。そう、
でもそれはどうしても勘違いしちゃう人、勘違いしちゃう人もいると思うし、だから それはもう事前に言っておく。うんうん、あ、そう、ラジオのハガキ、確かに短い ラジオのハガキとかと一緒だね。そうそうそう、うん、ね、ありがとう。そう、双方ともの共にコミュニケーションができるっていうのは、そう、おしゃべり会があるし、うん、ね、みんなのコメントはちゃんと見えてるし、なんつったらいいかな、全部読んでるから、もっと私が気楽に楽しくストレスなく配信するために、そういうのは意識してもらえると嬉しい。そもそも私がコメントをスルーしなくちゃいけないっていう状態がそもそもストレスになっちゃうから、これなんとなくわかると思うんだけど、さっき言った通り、基本的に私自身はみんなに楽しんでもらいたいし、っていう気持ちがそもそもあるから、あ、このコメントスルーしたら悲しませちゃうなっていう気持ちがあるコメントだと辛いからねってなるって感じ。目で読んでます、全部。全部って言うと難しいかもしれないけど、こうやって画面に対してこの辺見てる時、この辺見てる時っていうのは、そう、コメント読んでるので、うん、そうっていうのは一応もう言っておこうかなって思ってる。で、それでも本当にこの人、人の心あるんかみたいなコメントってあると思うんですけど、そういう場合はもう今までは結構情けをかけてたんだけど、ブロックなりしていこうかなって思っている、もっと。うん、配信上でミュートがあると楽なんだけどね。そう、うんうんうん、そう、うんありがとうね。そう、相槌を打ってくれたりするから、あ、確かに私もそう思う、え、そうだよね、ありがとうとか一人一人に返せたらいいんだけどさ、自分もそういうとこあるからわかるとかさ、え、そうだよね、でもそれってもう何会話のキャッチボールが1対100とか、はい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 っていうね、もう何してんのみたいな、誰と何の会話してんのみたいな状態になっちゃうっていうのが、配信を私が今6年間5年間やってて、意外とコメントをしてないで見てくれてる人も多いっていうのを現状ね、ありがたいことに理解したので、そうだから、これは NGT48 としてちゃんと名前のあるグループで活動させていただいてる代償じゃないけど、うん、そういうもんだと思ってる。うん、例えばドラフトの時は何百人の一人だったからいけるのよ何百人の一人でしかないから、私自身がね、1対3とかなのよ。何々さん、こんにちは、来てくれてありがとうございます、私は何とかなアイドルになってこうこうこうしていきたいんです、よかったら応援してください、ありがとう
え、本当にっていう会話ができるけど、最初はね。でも今は本当にありがたいことに、その別に私に対して1対何千人とかそういうわけじゃないけど、でもその複数人でね、こうやって見てくれる人がいるっていうのはすごくありがたい環境だから、まあだったらね、その中見てくれてる方の中で多くの方が楽しんでもらえる、うん、時間にできたらなっていうのがショールームのスタンスになります。今後のっていうか、まあずっとそうなんだけど、改めて改めてレギュレーションを話すとうん、そう、私と個々人で1対1で話したいって人はオンラインおしゃべり会とかオフラインおしゃべり会で遊びに来てください。ちょっともう12月終わっちゃったんですけど、受付すいませんね、ちゃんとちょっとちょうど被っちゃってさ、そう告知あんまできなかったんですけど、うん、それはオンラインとかオフラインで遊びに来てね。よし、わがまま結構言えましたねうん、そうまたやるし、多分オフライン11月23日にあるけど当日券とかあんじゃない、いつもの感じだったらね。うんうんうん、っていう感じですかね。うん、結構なんか自分でも整理できてすっきりしたかも。もうほんとバカ真面目で申し訳ないんだけどさ、今日のできたことと今日のわがままを一日一個考える。うん、よし、意識していきたいと思います。で、まあ、ショールームもそうだし SNS のそれぞれの、役割みたいなのもちょっと改めて分けて、うん、ツイッターインスタは近しいもので、まあでもそもそもツイッターとインスタは結構分かれて、まあインスタが全然動かせないんですけど、まあ、それもね SNS、 ツイッターはツイッターたち、ツイッターインスタは宣伝系、まあ、ツイッターが宣伝だよね。インスタは思い出たち。で、うんと、メールとチャット、メールはもっとプライベートなことを気軽に送るように。で、写真多め。みんな写真さえあればいいとか言ってる人もいるんで気持ちはわかりますが。で、チャットはもっともっと気軽に。で、写真も多めにします。あ、しますとか言っちゃうと義務になっちゃうんで、それはやめときますけど。まあ気持ち的にはそうしていきたい。で755は基本的にはチャットと内容が被ってしまうので、ごく稀な、なんかリアルタイムで伝えなきゃいけないけどツイッターとかに載せるようなことでもないなっていう時にすごくちょうどいいのが755なので、まあそれとあとはあれだね、お礼画像とかね。はい。でショールームはまあ、さっきの感じで私がみんなに一方的に話しつつみんなのコメント広げて楽しい配信にしていくっていうのを SNS のね感じでいきたいと思います。うん、はい。まあでもショールームのね最後の方には明日の告知もしますが、明日はですねちょっとね NGT がねいろいろ忙しいでございます。明日ね、まず私はですね、私はっていうか、まあ基本私のことでええやろとも思ったりもするんですけれども、明日ですね、道の駅梶川にて時娘を販売します。 NGT48 のお米屋さん、初めてのお米屋さん、ちょっと天気悪いんですけれども、そう、こちらね告知が遅いとお叱りをいただくかもしれないんですが、まあこのお米の販売ってさっき言ったようなイベントではないので、なんならもう押し売りみたいなNGT 知らない方にもお米売るみたいなつもりのイベント
なので、まあだから告知が遅いんですよね。うん、多分。いやちょっと雨が、あのね、足元が悪いので、うん、ちょっとね、まあ行きたいけど行けないって人もいると思うんですが、まあね、もし今日告知でご都合が合うよっていう方がいらっしゃったらね、まあちょっと覗きに来ていただけたらと思いますし、うんうんうん、まあ本当に雨風は気をつけてくださいね。寒いと思うし、明日の朝10時道の駅梶川にて、梶川で合ってる、梶川、うん合ってるね、時娘でマリナさんとナナミと3人になりますね。なんか前回はマジ早くて、なんかね10時から始まってなんか1時ぐらいまでの予定だったんだけど、1時間ぐらいで終わったらしくて、そうめっちゃ早く終わったらしくて、なので、まあ、どうしても欲しいって方は気をつけてください。うん、でね、明日はね、そう朝早いですね、ちょっとね、あれ申し訳ないんですけど、明日はこのお米屋さん、まあ私の仕事はお米屋さんなんだけど、明日はね結構いろいろあってね、研究生公演でユーハかな、ユーハの生誕祭、今日ピンチヒッターで出演してくれたユーハの生誕祭もあるし、昼夜でね、バンダイの方ではドナルドマクドナルドハウスさんで、まあ私も優しさの重さのメンツで一度訪問させていただいたこともあるんですが、マクドナルドさんの青いマックの日っていう、皆さんご存知ですか、この青いマックの日って、そのドナルドマクドナルドハウスさんって、まあどういうものかっていうと、まあ病気でね、なかなか家族と一緒に過ごす時間がないっていう子供たちのためのご両親とかが泊まったりする施設なんですよ。まあそこで、まあ、子供たちとご家族とが、まあ会える場所というか、まあそういう、まあざっくり言うとね、そういう支援をしている施設なんですけれども、マックがやってるねマクドナルドさんがやってるね。で、まあそのチャリティーといいますか、募金ができるんです、マックでマックでできるんですよ。で、明日11月19日はそのマックでハッピーセットを買うと、そのうちの何円かを必ず寄付するっていう日なんです。それが青いマックの日っていうんですね。あのね、普段もクーポンとかにあるんですけど、あるんですよ、ドナルドマクドナルドハウスの募金みたいな、募金セットみたいな、私それでたまに買ったりもしてて、そう去年かな初めて NGT も参加させていただいて、結構今年だけでね 2,3 回ぐらいやってますね。そう去年の当日にもやったし、そうなんですよ。っていうのが普段は自分から選ばないとできないんだけど、明日はそれをしなくてもハッピーセットを頼むだけで募金されるっていう、まあそういうやつなんですね。うん、で明日はカイリーとミユがチャリティーイベントに参加させていただいて、でなんか なんだっけ、ちょっと下手なこと言えないからな、ちゃんとなんて言ってるか調べよう。あ、これか、まあ、ご支援っていう形ですね。はい、あ、マクドナルド店頭でドナルドマクドナルドハウスへの支援を呼びかけます。募金していただいた方にメンバーから感謝のメッセージカードをお渡しします。これね、あたいも書いたので、うん、全メンバー種類あると思います、多分。あ、全メンバーかどうかは分かんないな、そこそこのメンバー種類あると思います。うん、まあまあまあ、それはね気持ちなんで、気持ちのお返しなのでね、まああ、バンダイだけじゃなくてね、これなんて読むの、川渡り
2箇所あるそうです。なのでまあ皆さんね、コードって読むの、あ、そうなんだ、コードって読むんだ、あ、そうなんですね、うん、そう、コードって読むんだ、知らなかった。まだまだですね、新潟も。私新潟知識まだまだっていう、まあそれもあるので、まあ、それは NGT48 全体としての取り組みなので、よかったらね、ぜひ皆さんでね、青いマックの日ご支援いただけたらと思います。うん、っていうので、まあだから明日はお米にマックにお米にハンバーガーに盛りだくさん、お米にハンバーガーにユーハに盛りだくさん、日曜日ね、ぜひ楽しんでください。ほい、ということで終わるか。うん、ワンチャン全部行く、確かに朝米行って昼バンダイ行って夜公演、当日券あんのかな、わかんないけどうん、まあ、昼公演入る方はね、それはそれで楽しんでくださいね。うん、あ、そう、宣伝系だと、そう、生写真もねあるんですよ。まあ、それはまた明日のうちにツイッターで言っちゃうと、昭和アイドル生写真と、あとね、あれもありますよ、福袋のね販売も延期っていうか違う、期間延長になりまして、はい、そちら特典だいぶ豪華なんでね、ぜひちょっと今年の運を試すようなつもりでもいいので、ぜひぜひチェックしてみてください。うん、そんな感じかな。久しぶりのね配信で結構固い話ばっかりしてしまって、まあどっちかというと今週は私のいろんなものを調整する期間というか、まあ、これからねどんどんその新公演に向けても気持ちも体も忙しくなってくるので、だからまあファンの方はね、心の拠り所というか、本当になんて言ったらいいかな、理解者じゃないですか、なんか完璧にそう言っちゃうとあれだけど、でもまあ基本的には多分そうだと思うんですよ。私の性格的な部分も含めてそう言ってしまっていいとは思うので、うんうん、なので、ああ、そう、風邪もね流行ってるので、皆さんも体調もね気をつけて、うん、元気に新公演迎えられるように頑張りましょう。頑張らなくてもいいんですよ頑張らなくてもいいんです。うん、ということで、じゃあちょっとわがまま三村ってスタンスで頑張ってみようと思います。自分本位な感じでどうしようこれで、明日からさ、おいっつっておい水はまだかっつって、酒じゃないんかいみたいな、まあまあまあいいでしょう。はい、ということでね、まあじゃあ本当に気持ちとしてはね、皆さんのためにこれからも楽しい日々をお届けするしたいっていうアイドルの気持ちは変わりないので、これからもどうぞよろしくお願いします。また明日配信お会いしましょう。それでは、男女読みます。13位ひのひのさん、12位突破Qさん、11位しんいちさん、10位いぬくんさん、9位ゆきりん55さん、8位ゆかおしじいさん、7位えいたろうさん、6位埼玉高校屋さん、5位あずきさん、4位ひよりげたさん、3位、あー、なんて読むの、同説、あ、読み書いてあった、ありがとう、同説さん、2位いちたさん、1位東郷さん、ありがとうございます。ギフトもありがとう。なんか新しい、かわいい、これ何、これ何、これ何これ何この、そう、ずっと思ってたけど、これ何のギフト、隅っこ暮らしもしかしてこれ、うんはい、ということでね、ありがとうございました。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバイ。
くなってきたので、あったかくして寝てね。バイバーイ。